いいですね、でもね。次は誰だ。あーでもこういうのが本当映画みたいになっていってるね。おい、練習に遅れそうなのは分かるかな。あ、この人は代理人じゃん。シーズンを棒に振るぞ。レスターにいると。なんで遅れた。いや、ブロジャーとミーティングしてて、その投資の機会について、その後リスクとか投機とかいろいろ考えることがあったから。金儲けか。そっちは何してる。一番のクライアントのことでミーティングがあった。唯一のクライアントだろ。唯一にして最高だけどな。で、何の用だ。練習に遅れたらコーチに殺されちまう。昨シーズンの逆境からリーグカップを制覇できたなんてな、うん、そうそう。こいつのね、やつは成功した。実はクラブが君のことで迷ってる。なんだ。え、今シーズンあんま調子よくない。じゃあこっちでしょ。いやいやいや、ありえない、うん、そんな感じ。今シーズンこそ俺のものだ。クラブを栄光に導いてやる。さあ行きだ、うん、まずはプレシーズンからしっかりな。あ、よかったみたいですね。辻褄が合ってる。特別な選手だと教えてやれ。オッケー。忘れるな、君は一番のクライアントだ。一番のクライアント。これだからザ・ジャーニーは3回やることになるのかな。練習はハンターの人生、ダニーの人生で、妹の人生。転職するかなって。こいつはやっぱダメだって思われてるわ。いや、シナリオもかなり練られてるね。すごいね。昔はマジでね、なんか雰囲気ものだけで正直そんなに面白いモードではなかったんだよ、1とか。その後2になってちょっと面白くなって、3は本当映画みたいだね。何のトレーニングだった。5点選手、ボールを取って、あ、ミニコートでのプレイみたいな。あ、危ない。むずいなこれ。あシュート難しいのかな。お、ナイスナイスナイス。打っていこう、どんどん打っていこう。いいねいいねいいね。オッケーオッケーオッケー。あー、惜しい。枠出ちゃったから相手ボール。おお、遊ばれてるぞ。おい、悪かい。なんか相手のターン多くない。おわ、こいつ遊んでくるな、やめとけ。はい、あ、ナイス。これ大事だね、取ってすぐ。だ、ショートカウンターの、うん、超スーパーショートカウンターの練習。オッケーオッケー。あー、惜しい惜しい惜しい。危ない危ない危ない。これ入るんじゃない。あ、無理か。これディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。オッケー。ああ、惜しい。ええー、また抜かれた。あ、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 あ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。3対1、3対1。遊ぶな、お前。ナメプか、俺。お、お。こういうとこからもうすぐ打たれるから。あ、あ、あ、惜しい。あ、取れない？ここ打たれるぞ。危ない、危ない、危ない。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイス、角度ないところからよくやった。こいつらなんでこんななめプしてくるんだよ。あ、あ、惜しいな。マイボ違うんだ。なんだこれ。まあいいか、これが練習の一環なのか。決められたわ。ただここで決めればオッケーということで、よけたね最後ね。5対2で勝ちましたということで A ですね。試合あるかな、もしかして。その後、この後ハンターの人生かで、最後に3人の中から誰選びますかみたいな。素晴らしい練習だった。うん、諸君の努力に満足している。はい、ダニー・ウィリアムスは特に調子が良かったようだ。やったぜ、よくやった、やったぜ。
はい、ということで練習が終わって、マジだね、うん、リンゴ、誰だこれ、利益が倍になる、そう倍だよ、調子は、それで取引するか、お金儲け仲間、いいぞ、気にするな、じゃあ書類を持ってそっちに行く、ほう、そうだな、うん、じゃあ、ああまたな、お前はな、顔になる、マクミランフィッシュ&チップスのな、お、ああ契約した、フィッシュ&チップスだぞ、イングランドに28店舗ある、俺はこの人が取引の王だ、この人がマネージャーみたいな、マクミラン、マクミランフィッシュ&チップス、あれだろ、俺たちが前に調べてたあのミリーズ、その通り、マジ最高だお、ちょっとなんかスポンサーが決まったみたいな、向こうはラジオコマーシャルと広告に載せる写真のどっちかを選べと言ってる、わかるだろ、なあどっちがいい、慎重に考えろって、写真でしょ、ラジオはね、ルックスを生かさない手はないよなってことで写真だろ、ああそりゃいいな、次はアディダスだ、いいな、評価を高めて、ほう、何回かマンオブザマッチに選ばれればウィリアムスもセレブの仲間入りだなるほどね、アディダスが来たぞ、ああそうかもな、来るわけねえだろ、ダニーボーイザパイプスザパイプザカーリン、おいおい天才ビジネスマンのイカ様ロジャー様じゃないか、なんだこれ、リンゴだよな、こりゃ失礼しました、誰一人リンゴなんて呼ばないのに、そんなニックネームなんてつけたって意味ないんじゃないか、学校じゃ全員そう呼んでくれてただろ、いつドラムを叩いてた頃な、ほらリンゴスター、トライアングルなら学芸会で一度担当してたよな、いや違う、二度だ、ビジネスがどうだそりゃかなり順調だぜマイケル、ロジャー様がスポンサーと契約をまとめてくれた、マクミランフィッシュ&チップス、俺たちもしょっちゅう食べてたよなあロジャー、ああリンゴだって、契約といえば最後のプレシーズンゲームの日に君の契約延長の話し合いがあるぞ、ああ試合で結果を残せれば好材料になる、そりゃ一大事だな、結構崖っぷちなんだな、君の将来がかかってるかか目泳ぎまくってたね自信ねえんだろうな、結構ナーバスになってます、どうなることやら、ハンター主人公ですね、もともとの天才サッカー選手です、この人は、ディノがいないと寂しいよな、コーチだっけ、お世話になったディノというコーチがいなくなってるんですね、とあれそれってシーズン2でいなくなったっけ、ゆっくり休めたか、今日は体力も集中力も求められる、えらいイケボやな、ええ声やな、ディエゴ・シメオネ、一応今スタメンなのかな、これがまあ1と2の主人公です、今回の3からはこのハンターに加えてさっきのウィリアムスと妹の人生を選べるらしいんで、多分ジャーニー3回やるかな、まずはハンター編からやっていくか、アトレティコ・マドリード、アトレティコ実体実地、はい、でハンターとグリーズマンのところにマークがついてるってことは、なんか2人の関係をコンビネーション生かした点とか取ればスタメンにより近づくみたいな、見にくいなどっちがどっちか今分かんなかったわ、おお、おっとノーファール、あファール、オッケー、ちょっと押し込まれてますね、うわーパス伸びた、オッケー、よし、
グリーズマンから反対には出さないと。グリーズマン反対、ああ惜しい、お、ああ、あれ決めたらグリーズマンかっこよかったのに。まあいいパスということで、ハンターとグリーズマンに活躍させればいいのかな。まあグリーズマンはそんな活躍させんでいいのか。おっといいパス、これは今精密スルーパスとかかな。うわー、ここのプレス早いな。オッケーオッケー、いやいいシュートだな、おい押されてるぞ。グリーズマンに蹴るか、あれ行かなかった、あでもいい感じじゃん。はい、あー惜しい、おーしょ、あーあーやばい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 、こういう感じで精密スルーパスを使えばいいんだ。ダイレでポンポンポンか。ハンター早え、あートラップ際、早くパスを出そうってちょっと厳しい判断ですね。よし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 、で、はい、あ、いいんじゃない、ナイスグリーズマンありがとう。さすがグリーズマンやね、割とちょっとなんかね適当な入力じゃないけど、そんなにしっかりと狙わなかったけど入ったわ。能力が高い選手だとあの辺が入りやすいんだろうね。よいしょ、あーオッケーナイス、あ誰もいなかったはあ、とりあえずハンターに決めさせたけど、ハンターむちゃくちゃ足速かったね。あれスピードをやっぱ生かしていきたい。あ無理か、中向かしたくないね、中向かしたくないけど外にも生かしたくないと。あ危ない、うわ危ねえ、ナイスキー、ああいうのもどんどん狙ってくるだろうから。頑張れ、ハンター。お、チャンス。あー、出せない。ちょっとタイミング悪かったね。ハンター、頑張れ。縦パス入れられた。戻させないよと。戻させちゃったよと。OK ない。あ、惜しい。コム強くね。コム上手くないかな。OK。いいぞ、ハンター。いけ。サイド、サイド、サイド、早いな。惜しい、残念なシュート今のはちょっとハンター急にチャンスが来てびっくりしちゃったみたいな。本当は俺横にね出そうとしてたんだけど、ちょっと入力がもうちょっと縦っぽかったね。はいはい、 OK ナイス、あ取れない、あいいね、あ惜しい、うまいな、コム。おうおお。コムうめえわ。グリズマンいいね。おうおう。あ、いい、勝て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 。いや、グリーズマンが強すぎる。グリーズマンが強すぎるね。ハンターそんな活躍しないけど。やっぱどんどんハンターで点取っていきたいところだね。グリーズマンはかなり活躍してたけど、終わりかな ?45 分で終わり、まあ、ただグリーズマンとハンターの関係性のね、多分パロメーターもあったはずなんで。みんなご苦労だったな。はい。エコやな、相変わらず。ここがハンターのストーリー。ああいう連中の手口はいつもこうなんだよ。話を聞くだけだったよ。髪型ダセーな、変えたいねこれね。アレックス、あこの人電話かけてきた人。ビラ、いや B シーズン2の最後に。僕の代理人のマイケルです。ミスターテイラー、何人ものスターを見出し、はい、その才能を育ててきた。せやな、あなたのような方にお会いできて光栄です。おう、
このお店のホタテのマリネは絶品なんですよ、うん、そうな。本題に入らないか。もちろん。早いね。アレックス、テイラーさんから聞いていると思うけど、うん、特に優れた選手は、うん、競技の枠を超えた地位に立つことがある。なるほど。一つのブランドになってね。ほうほうほう。クリスティアーノ・ロナウドなら CR7、うん、でも実現するにはチームがいる。ほう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 。外にもね。なるほど。アレックスにはもうチームがついてる。たった一人じゃチームとは呼べません。彼に必要なのは裏から選手のキャリアを支えるチームなんです。普通のクライアントにこんな提案はしません。うん。あなたは特別。なるほど。アレックス、私のチームはあなたがサッカー選手以上の存在になれる機会を提供できるわ。マジ？ただの金儲けの道具じゃないか。象徴になってほしいんです。なるほどね。代理人変える的な。ゆっくり考えるといいわ。簡単には決められないことでしょう。私は少し外すわね。なるほど。マックス、ええ、彼と一緒にいる。セルジオの撮影はどう？エチゴ？よかった。よかったって。彼女はプロフェッショナルだ。マイケル、僕のブランドだぞ。うん。何？この話が何を意味するかわかるか？何？そんな外してないね、あの女の人。君を完全に独占し、もうちょっと外してほしいね。外に置こうとしているんだよ。そういうことだな。ギャレスの遺跡と同じだ。なるほど。いいか、私はもう同じ鉄を踏むつもりはない。なるほど。つまり私を取るか彼女を取るかということだ。ほう。もうちょっと外してほしいな、こういう話するときは。君にはもううんざりだ。一緒に次のステップに進もう。今までありがとう。いや、こっちでしょ。一緒にやっていこうよ。支えてきてくれて本当感謝してる。おう。でもそろそろ僕はその次のステップに進む。一緒にじゃないの？私じゃ不足だってことか。結局じゃあ三つとも。いいと組めばいいんだよ。君も一緒にね。あ、やっぱそっちで行くよね。あの女にそんな気があると思うか。手を組んだ瞬間から私を切ろうとするだろうな。あら。そんな道に私はついていけないよ。おう。彼女のオファーは君に大きな犠牲を強いることになる。うん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 。しっかりやれよ。なるほどな。始まりには痛みが伴う。おう。それでも時に話聞いてたな。やっぱな、過去を捨て去って。話聞いてたこいつ。未来をつかまないとね。でしょ。結局じゃあもう切らなきゃいけないんじゃんね。3つともだって一番切らなそうなやつ選んだよ俺。どこ行くん？東京タワー。プレシーズンツアー日本東京2018年夏。今年の夏、ちょっと前のお話。俺はサッカー選手か？俺はトップレベルの選手か？そうだな。それなら俺はシザースキングのクリスチアーノ・ロナウドだ。そうなりたいって夢見てる人ね。アレックス・ハンターだろ。はい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 。夢見て悪かったな。楽しそうやな。東京インターナショナルカップでぶっ潰してやる。勝つのは僕たちだって決まってる。夢でも見てな。夢でも見てな。言ってるようだな。代表に選ばれるか気になって家でそわそわしてたんだって、うん、ええ、計画はうまくいってた。父さんがバラしたけど。あ、やっぱ父さんか。ねえ父さん、試合は見に来る？あなたの兄さんも鬱陶しいな。スカウトは忙しいんだ。まあ否定はできないな。それでもう話さないの？うん、ああそんなとこだよ。さて俺たちはもう行こう。うん、うん、昼夜逆転してるが寝ておかないとな。そうだな。お前たちも休めよ。試合前なんだぞ。
アジア人いないね全然。続けるか。もちろん。よし、お前からだ。俺は有名か。ああ、よし。ああ、スポーツ選手。何だったの？これ何してたんだ。クイズみたいな。 NG ワードは言っちゃダメみたいなやつかな。東京住むということで、まあとりあえず今日はこの辺にしておきましょうかね。はい、ということでザ・ジャーニー、かなりね壮大な物語になってるのがこの1回目の配信、こう、まあ、もう今さっき動画尺見たら42分なんで2本に分けようかなと思ってたんですけど、分かりましたね。ああ、でこの後多分ねちょっと進めたらハンターなのか妹なのかウィリアムスなのか選べると思います。で3回やることになるかなと思いますんで、ぜひぜひ最後までお付き合いください。これから始まるチャンターの壮大な物語、最後まで見ていってくだぱーい。さようなら、パー、まったねー、まったねー。